ちゃいきます。よーいスタート。まあ、何かその国のなんか独特な特徴的なものをまあ取り入れられないかなと思って、でまあしかもね今回もその旧正月っていうこともあって、まあ、ライオンダンスいいんじゃないかなと思ったんですよね。でそのまあ伝統的なライオンダンスっていうものと、まあ、僕たちのやる最新のテクノロジーを使ったこういう近代的なダンスを融合させたら、まあ、すごくまあ面白いことになるんじゃないかなと思って、